どちらか好きな方をあげます。だって絶対大きい方がいいじゃない。安直すぎないか。裏を書いて実は小さい方が当たりだという可能性も。いや絶対でかい方だって。マリサルイージ頼むよ。おいキノコだけじゃねえかー。やはり欲深いものにいいアイテムはくれないのね。さて今回は1の A からスタートよ。当選ボブルってなんだ。うわなんかラグビー選手みたいなのが突っ込んでくるよ。そんなの私のファイアーボールで楽勝よ。よっしゃーどうだ見たか。なんか中ボスみたいな感じだったが余裕で倒すことができたな。私にとってこのステージは通過点でしかないんですよ。マリオでそんなかっこいいセリフ言います。さてここからまた通常ステージっぽいな。うわぁ、見た感じ登っていくようなステージだね。まずはこの両サイドのキノコを登ってみないか。あぁ、そこに何かありそうだね。あ、本当に何かあったな。グリーンスターか。青っぽい雰囲気のアイテムだった気がするけど。お前たちはそっち側のキノコを登ってくれ。でも反対側は何もなさそうだよ。あ、やっぱりグリーンスターだったみたいだね。まずは一つ目を手に入れていくと、こういう序盤のスターこそ見落としがちなところあるよねー。ファイアーボール杖、敵を蹴散らしていく。シリーズ通して安定してファイアーボールは強いよな。フム以外の攻撃手段があるってだけで普通に強いからねー。お、スーパーベルが出てきたな。何かしらのアイテムが欲しかったからラッキーだ。私はこのままファイアーマリオで行くね。その方が役割分担もできていいかもしれないな。さあ私のファイアーボールで前方のファックンフラワーを蹴散らしていくでー。このステージはさっきもあったがパウブロックがたくさんあるな。それをうまく利用して進んでいくステージみたいだね。やっぱり猫マリオになっておこう。ファイアー使わんのかい。登っていく形状のステージだからさ、壁を登れる猫マリオの方が有利かなって思って。うお、こんなところに隠しブロックがあってしかもワンアップキノコが。ワンアップキノコは大事。言うても残機があと4つくらいしかないからね。無限ワンアップとかできる場所あるのか。この前の1の2とかはノコノコがたくさんいたから甲羅を駆使して無限増殖とかできそうだよね。お、ここに隠し土管みたいなのがあるじゃないか。なんかありそう。入ってみようよ。あ、グリーンスターがある。なに？グリーンスター獲得チャンスじゃん。これ P ボタン押せば何か出てくるんじゃないか。あれ、ヨウム、なんで土管は入った。間違えちゃった。ごめん。あ、でもこれもう一度いけそうだな。おお、良心的な設計だね。昔のマリオは入れなかったような気がする。さて、今度はすぐ土管に入らないでね。あの土管は私を引き寄せる魔力が。そんな魔力があるか、あの土管に。とりあえずこのボタン押しちゃってよマリサ。はい、うお、青コインがいっぱい出てきたな。とれー、全部回収するのよあんたたち。あ、運んでくれてありがとう霊夢。なんで私の上に乗っているのよ。そんなことしている場合か。早く回収しないと消えるぞ。危ねえ、しっかり全回収してグリーンスターを出していくと。1個目と2個目を見落とさずに確保できたな。これは3個目のグリーンスターも見つけたいな。さっき取ろうとしたんだけどここにスタンプがあったんだよね。このスタンプって集めたらどうなるんだろうな。これはステージに1個あるみたいだけどね。っていうか危ない、勢いつけすぎて落ちそうになった。これ落ちたらもう奈落だもんね。今のところ誰も落ちていないのは奇跡だぜ。じゃあ誰かを強制的に落とす。やめろ、見どころがないからって人を落とそうとするな。っていうか本当にパウブロックあるね。左上にたくさんあるよね。おお、一気にコインが手に入った。これ爽快感あって楽しいよな。よお、パウブロック楽しい。一家に一台置いておきたいわ。そんなものあったら物騒すぎないか。家の中がぐちゃぐちゃになっちゃいそう。っていうかまだ中間地点来てないよね。土管を2周したから意外とまだ進んでいないんじゃないか。時間だけがどんどん過ぎていくっていう。あ、私の王冠か。そういえば思っていたんだがこの王冠って何なんだ。普通にマリサルイージに取られたんだけど。よこせー。痛い、なんだこのマリオ。あ、くそ。残念だったな、この王冠は私にふさわしいようだ。てか変なところに捕まってワンアップしたんですけど。奇跡的な発見だったね。そんで結局この王冠は何なんだよ。なんだろうね、前回のコースでめっちゃ活躍した人ってことかな。あ、でもそれだとヨウムになるからおかしいか。いや私だとおかしいってどういうこと。このジャンプしてから滑空する攻撃を使いこなしたい。で、あら、王冠持っている人とは思えないプレイだわね。私の王冠を奪ったから天罰食らったんじゃない。でもなぜか落ちていない判定になってシャボンで復活できたぜ。この上とか怪しいんじゃない。何かありそうだけど。あ、間違えた。何やっているのヨウム。何もないところで落ちてるやつおるぞ。なんでマリサはシャボンになって私はならないの。ちょっとあ、ごめんヨウム。おい、ここでめっちゃ残機減るじゃん。ここのステージ難しいよ。あ、なんかこの上あるね。また落ちてるのかよ。私も。ちょっと待ってくれよ、あと残機が2つしかないぞ。もう、私このステージ嫌いだよ。落ちるステージは難しいよねー。結局上にあった何かは取れなかったが。
もうこれ以上残機減らされても面倒だから行こうぜ早く。先に進みますか。うわぁ、ここ落ちそうで怖いな。唯一猫になっているのがマリサだからあの前のパックンフラワー頼みます。もう私は絶対に落ちれないのでしゃがみながら進みます。いくらなんでもそれは慎重すぎでは。そんなに慎重になるんだったら私が持ってあげるよ。ちょっと待ってよ。あ、危ない。いやー。ジャンプしないでじっとしていればよかったのに。でかいパックンフラワーだな。残り残機が1だがなんとか倒さなければいけないぜ。たった今残機が0になったみたいですけど。1の3だけでどんだけ残機を使うんだよ。これやられたら終わり。多分終わりじゃね。みんな、気をつけて戦おう。お前だけには言われたくないわ。パックンが攻撃してきたタイミングで踏めば良さそうね。よし、なんとか誰もやられずにいけたな。なんかこの先もうゴールっぽいね。そんな雰囲気が出ているね。みんなでやるマリオあるある、誰か一人ゴールができない。これはマルチプレイならではだな。今度こそでっかい方が当たりだと思います。マリサルイージー行ってきて。なんでお前は私にプレゼントボックスを開けさせようとしてくるんだよ。うおーおー、めっちゃたくさん出てきた。あ、でも当たりってこんな感じなんだな。もっとワンアップとか大量に出てくるのかと思ったぜ。ストックできるからいいんじゃない。まあな。さて、お次はこのキノピオ隊長のステージ行きましょうか。お、グリーンスターがたくさんあるね。これ誰がどのキノピオの色なんだ。私が緑、マリサが赤、ヨウムが青だね。なるほどな、ちょっとわかりにくいな。私が赤キノピオと間違えて操作しちゃいそう。だそうです、5つのグリーンスターを集めるのが目標らしいね。しかもこれ画面が共通だから誰かがカメラを操作したらみんなの視点も変わるっていう。カメラ共通なのかよ、難しいなそれ。だから誰かが難しいところ通っているときはカメラを操作しちゃダメってことだね。とりあえずまずは下のグリーンスターから取っていくとするか。お、これは楽々1個手に入りましたな。てかキノピオたちかわいい、何このモーション。これでコミュニケーション取るんじゃない。そんでこれは、次は左上にあるスターか。これも簡単に取れそうじゃない。ちょっとカメラを上にしますねー。ファー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 、うるさくなってきたな。これは頑張れって言っている。まさかのキノピオ5を知っている。今地味に危なかった、霊夢キノピオやりました。ナイスー、次はこれどこを目指すのかな。この動く床に乗って奥の方に行くみたいだな。裏からてっぺんのグリーンスターに行けるのかな。あーこれ怖い、押さないでね二人とも。お前らこそ押すんじゃないぞ。これどっち行けばいいんだろう、左じゃないか。わかった。じゃあ私たちは右に行くとするか。そうだね。ちょっと。あ、でもそっちにスターあるじゃねえか、よかったな霊夢。でもあんたたちが私のこと見捨てようとしたのも事実だけどね。私は霊夢に手柄を取らせてあげようとしただけだよ。ここの敵めっちゃ怖いな、よく行けたなヨウム。こういうのは勢いで行くんだよ。さっきめちゃくちゃ落ちていた人のプレイじゃないぞ。ちょっとカメラ視点変えるねー。びっくりした、いきなり変えないでよ。ごめんごめん、でも無事に4つ目手に入ったよ。あとは一本道の先のグリーンスターか。あれ地味に難しそうだな。てか危ないなこれ、めっちゃギリギリだ。ああ、カッコつけて一人で行こうとしたらミスった。ならば2番手の私が行こう。うお、誰だカメラ変えたやつ。私じゃないよ。絶対お前だろ。このタイミングでカメラ変えるのは極悪すぎる。よし、無事に5つのグリーンスターを取ることができたよ。キノピオ隊長面白いな。こういうコースがたまに入ると楽しいね。